はいどうもミゲールです。今日はですね iPhone 12 Pro Max が手に入ったので、この12 Pro Max で HDR 動画を撮って出しで撮影して検証してみたいと思います。はい、ということで iPhone 12 Pro Max がようやく届きました。もともと買う気もなかったし、機種変更する気持ちも全くなかったんですけど、ちょっとキャリアの2年更新のために変えた方がいいということで、大して変える気はなかったんですけど、機種変更をしまして、本当は予約初日に予約しようと思ったんですけど、ちょっと迷っちゃったんですよね。 2,3 日迷ったがためにこんなに遅くなってしまいました。ということで iPhone 12 Pro Max が12月の半ばになって届きましたので、撮影してみたいと思います。でですね、ここに手元にないということは、今この動画がこの iPhone 12 Pro Max の映像になります。室内だとやっぱね少し暗いんで、室内って画質がいまいちなのは重々承知の上、今回はすべて12 Pro Max で撮影しようということで試しに撮ってみております。ということで、室内だけだとちょっとわかんないので、これから外にちょっと撮影に行ってみたいと思いますので、その状況をご覧ください。いつもの GoPro の時にも来ました歩道橋です。だいぶ日が当たってるけど、どうですかね。自撮りはこんな感じで、天気日が当たってるから寒くない。どんな感じでしょうか。手ぶれとかもまあ大丈夫だと思うけどね。広角だとこんな感じ。広角です。どれぐらい違うんだろう。望遠絶対近すぎるよね多分。まあ一応テストってことで望遠でも一応撮っときます。スカイツリー標準だとこれぐらいですが、望遠だとこれぐらい。まあ、それでも遠いな。さすがに遠いか。標準広角、標準望遠、まあ一応形は見えるかなってぐらいかな。はい、恒例の公園に来ました。落ち葉がめっちゃ綺麗なんだけど、イチョウの葉っぱかなこれだけじゃないのか、モミジとかもあるのかな。アルファ 7C のテスト撮影の時にここ通りましたけど、その時の動画と見比べて見てもらえるといいかもしれないですね。まあ、ちょっと季節だいぶ違うんでね、落ち葉の感じとかあと葉っぱの色とか全然違うから、ちょっとまあ比較になるかどうかわかんないけど、明るさとかほぼ一緒だと思うんで。今ちなみに昼の12時ぐらいです。なので暗所の感じとかね、あと明るいところの色味とかね、こんな感じですね。自撮りするとこんな感じ。今普通の、背面カメラの標準レンズかのモードになってます。で自撮り棒で、撮影してる感じです。うまく撮れてるといいけど、自分が撮れてるかどうかわかんないのがちょっと難点ですけどね。気軽に撮れるけどレンズがね、うかつに触ってしまうっていうのが、まあ、スマホあるあるですよね。一眼カメラだとねそういうこと絶対ないんだけど、 GoPro とか iPhone とか気軽にレンズ触っちゃうんですよね。てか知らぬ間に触っちゃってて、意外と曇ってたりとかすることあるからね。あ、この辺の暗所ねちょっと気になりますね。暗所すごい弱い印象があるんで iPhone ね。こういう時に望遠を使うといいですね。あ、気軽にこう望遠使えるのいいな。いいね。標準だとこっちなんですけど、ここがだいたい自分から鳥の距離って感じで、望遠使うとこんな感じ。結構寄れるね。これは遠くから動物撮るにはいいかも。
はい、ここからは自撮り棒から外して手撮りで撮ってます。手で撮っても全然大丈夫そうな雰囲気あるな。どうですかね、結構ガシガシ歩いてますけど、手ブレ補正どんな感じですかね。結構良さげだけど、てか綺麗だな。はい、気になるインカメどうですかね。今ちなみに手で持ってます。結構画面上では揺れてるけど、どうかな、これがどれぐらい補正されるのかが気になるところで、あとインカメの画質ね、どれぐらいですかね、そんなにいいなっていう印象はいろんな人のレビュー見てるとないですけど、まあこれぐらい明るければまあまあ撮れるのかなと思ってますが、どうですかね。望遠レンズなんて使わないよって思ったけど、こういう場合にこれぐらい折れるのはいいよね。広角、広角標準望遠、うわすげえ、めっちゃ綺麗なんだけど、手ブレ補正も大丈夫そう。望遠でも標準広角、へえすごいっすね。前こんな切り替えられましたっけね。一回止めなきゃダメだったような気がしたけど、そんなことなかったかな。はい、前回もやりました暗所確認で、ちょっと30フレームだからパカパカしてるかな。60フレームの方が良さそうだけど、まあ今回は30フレームと決めたんで、これで何かみんなやけにパタパタしてるんですけど何なんだろうあのパタパタは。何パタパタしてんの。さてじゃあ最後に恒例のダッシュ行きますか。さすがにちょっと走るときは手持ちだとガチ揺れしそうでちょっと自信がないんで、自撮り棒にくっつけました。ということでちょっと走ってみます。で撮れてたらすごいよマジで。広角にして、どうかね、結構揺れてるよこれ多分。何してたんだ君は。にゃにゃこういう時って動物に警戒されちゃうからあんまり近くに寄れないんですよね。これぐらいが限度だけど、応援できるとこれぐらい寄れちゃうからな。逃げられちゃったけど、でもやっぱこうやって使えるのはすごい
便利ですね。やっぱ望遠いらないと思ったけど、いいね望遠。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。いやー意外と綺麗ですね。だいぶ綺麗になってる。12 Pro Max の前は 10S Max だったんですけど、 10S Max から比べるとだいぶ画質が良くなってますね。まあ今回使ってみて、もともと僕は 10S Max だったので、まあほぼ大きさ同じなんですよね。あのほんと数ミリしか変わらないで、厚さがちょっと12 Pro Max の方が厚いっていう感じになってますけど、結構その重くてでかいっていう言ってる方かなり多かったんですけど、12 Pro Max が 10S Max から移行した僕からすると、別に重くもないし大きくもないなっていう感じがしました。言うほど確かにちょっと大きいんですけどね、大きいけど別に Max シリーズ使ってる方はそんなに違和感ないかなっていう気はします。はい、それと 10S Max の時はレンズが2つしか付いてなかったんですけど、11から Pro シリーズは3つになってますが、はっきり言って僕は望遠は必要ないと思ってたんですけど、今回撮ってみてこんなに望遠が便利だと思わなかったです。外撮影の中でもありましたが、景色を撮ってると遠くに被写体があることって結構あるんだなって撮りながら自分で認識しました。自撮りだけねしてる人には全然必要ないと思うんですけど、まあ B ロールみたいにちょっと景色を撮ろうとか風景動画みたいなのを撮ろうと思った時には、望遠意外と便利だなと思いました。今回ね結構カモの映像を撮ることが多かったんですけど、やっぱね鳥とかって近づくと飛んでいってしまうので、ああやって望遠で撮れるといいショットが撮れるなって思ったので、そういう意味ではすごく便利だなと思いました。 Vlog にもねやっぱり望遠意外と役立つんじゃないかなっていう気はしましたね、撮ってて。でまだちょっと編集をする前にこれ今喋ってるので、手ブレ補正と音声に関してはちょっと今わからないんですが、 iPhone の中で見る限りはちょっと凄まじく手ブレもよく効いてるし、音も綺麗に入ってるし、なんかもうほぼ GoPro Hero 9と変わらない状況かなって思います。画質はもう GoPro よりもいいですからね。恐るべしカメラですね。 iPhone はもう暗所が弱いのは分かってるんですけど、まあでもそんなこと言ったら GoPro も暗所は弱いんで、外で撮る分には全く問題ないというか綺麗っていう、もう本当一眼と差はないと言っても過言ではないって感じですかね。ただやっぱり色味がね iPhone っぽいちょっと派手な色味っていうところと、あとボケ味がないっていうところですね。そこが一眼と大きく違うかなってところですけど、まあでも単純に画質で言ったら iPhone 負けてないなっていうぐらいの感じですよね。多分ねこういう部屋で撮影するときにはやっぱちょっと暗い印象だったりとか、あとノイズが目立ったりとかしてると思うんですけど、外で撮る分にはもう十分すぎるぐらいの画質ですね。そして HDR っていうこのハイダイナミックレンジ、もうこのダイナミックレンジがすごくて、いやーこんなに手軽に撮れちゃうってほんとすごいですよね。あとは音ですね。今これピンマイクつけてますけど、これは保険的な感じでピンマイクつけてまして、12 Pro Max のこのマイクだけでいけるんだったら、このマイクだけを使って、今回は本当に取って出しで、ちょっと出してみようかなと思ってます。空ぐれもせず、もう本当、ただ Final Cut Pro に入れて、こうカット割りの編集だけして、もうそのまま書き出すみたいなことをやってみたいと思ってますので、見てくださった皆さんのご感想もぜひコメントに書いていただければと思います。まあでもそれにしてもいいけどちょっと高いですよね。電話っていうか、まあスマホがもうもはや電話かどうかっていうのはちょっと怪しいとこですけど、 Mac mini 2つ買えるぐらいの値段ですからね。 MacBook Pro も1台買えるぐらいの値段ですもんね。便利だしすごいけどやっぱ高いな。高級ですよね iPhone。これからも iPhone 12 Pro Max で撮影していきたいとは思ってるんですけど、多分ね HDR はまだね、今回もう本当にお試しで HDR 動画をちょっと出してみましたが、まあ見る人によっては本当見れたもんじゃない映像になってしまうんで、多くの人に楽しんでもらうっていうことを考えるとまだまだ気が早いのかなとも思いますし、これ本当に普及するのかなっていう気はしますよね。なんかあまりにもちょっと仕組みが複雑すぎて、
これをこうもっと気軽に見れるようなこう統一感みたいなのが出てくるかどうかが若干怪しいなと思うので、まあしばらくの間はもう HDR はちょっとやめて、また SDR で普通に出していきたいと思いますので、逆にまだ HDR 動画見てみたいっていう方がいらっしゃいましたら、そちらにもこう対応していこうと思いますので、もしそんなコメントがありましたら、ぜひ書いていただければと思います。ということで、今回は iPhone 12 Pro Max の HDR 動画の検証でございました。この動画いいなと思っていただいた方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また皆さんお会いしましょう。じゃあねー。